こんばんは、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 こんばんは。あれ？あれあれ？あれ？こんばんは。え？何？みんな記憶喪失？え？記憶喪失？全員。は？はって言っちゃったわ。ウケる。ふてくされたおやすみメール送ろう。全員記憶喪失だ。もう、もう知らない。もう知らない。なんで全員同棲してんのか。なんでそのノリできるの全員で。意味わかんない。もうおやすみメール送っちゃおう。もう みんなってば、みんなってばてば。携帯復活したいさ、嬉しくてさ、朝めっちゃメール、朝とか、あ、昼か、あれ、あれって昼？私にとっては朝。めっちゃメール送った。復活しました、携帯。イエーイ。3ヶ月で2回はやばいって。いや、それな。それな。こんばんは。みなさん、なんかもうお気づきかと思うんですけど、じゃーん、髪を切りました。結構違う？だってさ、これぐらいをポニーしたら10センチぐらいいきました。どうですか、ユッキー？なんかロングだからそんなイメージ変わんないかもだけど、まあ、結構パツッと、まあ、自分的にもそんな変わらないけど、なんか気分転換になりました。良き
可愛いんじゃないか。どうですかね。どうですか。そう、前髪もめっちゃ短いパッツンになった。って笑ったら眉毛見える。埼玉のおいちゃんめっちゃかわいい、かわいい、ありがとう。9月のアイドルアラモード出れるといいね。出れないよ、のど自慢だから。職業聞かれた。いや、いつもの人だから全然ヤッホーみたいな。だから大丈夫です。あの、いつもみたいによく美容院ではね、あの言ってたんですよ。アパレルでとか言ったら、え、パルコですか、どこのお店ですかとか、もう深掘りされてね、もうなんか言あれだったんですけど、あのもう美容室をここ半年ぐらいは定まってるから、全然余裕で STU のあかりちゃんで入れます。だってもう慣れっこすぎて、日比病院って昔まではねちょっとなんかおしゃれして言ってたんですけど、今日朝起きて、あ、やべ、予約時間すぐじゃんってなってね、朝起きて顔洗って顔洗って日焼け止めだけ塗って、もうすっぴんで行った。それぐらいラフに、うん、いけるようになったので安心してください。もう変な言い訳はしなくてよくなったんだぞ。 T シャツサンダルですね。 T シャツサンダルで行きましたね。なのでね、だいぶ楽になりました。すっぴん T シャツサンダル、あ、でもジャージじゃなくてちゃんとジーパンで行ったところだけ評価してほしい。うん。今日シャンプーするか迷うな。でもヘアオイルつけてくれたからさ、このオイルをさ、取りたいから、まあシャンプーするか。でも昨日の夜中にお風呂、昨日のさ夜の1時ぐらいにお風呂入って、で今日の朝13時ぐらいにシャンプーされて、またシャンプーするって感じだけど、今夜まあいっか。なんか今これちょうどいい濡れツヤ感だけどさ、オイルで、明日になったらちょっとベタついた感じになるよね。めっちゃシャンプーするやつだよね。そう。
サルサラきれいな髪のお姉さんが好きです。違う、きれいな髪のお姉さんが好きなんじゃなくて私のことが好きなんでしょ。間違えんな自分の認識を。今日は牧体公園行ってきました。いいな、牧体公園大好き。ララ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 地平線から眩しい光はエネルギー、君は今僕の太陽。カスミン最後だった。あー、カスミン、カスミン、あれだね、公演スケジュール見た？公演スケジュール見た？あの今日ね7月のね公演スケジュールがね決まったんですけど、なんと皆さん聞いてください、とっても朗報です。1月に行われた葵ちゃんの生誕祭ぶりに四国公演あります。ありがとうございます。嬉しい。もうずっとなんかスタジオと四国だけずっとなかったよね。そうそう、うん、よかったよかった。メンバー発表されてないけど6人しかいないからもう決まってる。マイキュー、ユキリカ、マヒ、アズミ、オイタ、私で出ます。早く見たかったよでしょ。クアトロで待ってます。小豆島初披露あり。え、確かに聞いてみよう。小豆島で反則期間ですし、せっかくなら オリーブ、レモン、オリーブレモンやった方がいいよね。オリーブレモンってか踊らないとうちらも忘れちゃうから、もうやりたい。
オリーブレモンやりますって言ったら来る人もいるかもしれないし、ね、ね、でも公演って公演フォーマット決まってるから披露できない気もするけど、チュ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 、昨日千穂ちゃんが言ってたオリーブレモン千穂ちゃんにハマってるね。あとユーナンもね、小豆島ね大好きなんだよ。よかったユーナン四国来たから小豆島できるじゃん。四国公演は7月17日、7月10日花垂公演、7月17日四国公演、7月20日うわエリオンじゃん、いいな、これ出るんかな、どうなんだろう。7月20日、牧体公演、花垂公演、この日多分リエチ最終日だよね。でメンバー出てないけどリエチが出るに決まってるよね、どう考えても。7月25日が牧体、7月31日が下番と前派の卒校です、広島。まあちょっと花垂のメンバーはまだ分からんけど、四国と前派の卒校も出そうな気はするけど、どうですかね。はい、そんな感じ。とりあえず7月17日は皆さん押さえといてくださいませ。よろしゅうに。7月10日はメンバー出てる。あ、マジで見てなかったごめんね、公演のさメンバーさ、うちらファンの人と同じタイミングで知るからガチで知らなかった、ごめんなさい。7月10日あ、出るじゃん、7月10日出ます。だから10、17は決まりましたね、予定帳入れとこう7月17公演よいしょ、来週。7月10日公演、オッケー。もうなんか今月さ公演さ、あの生誕祭しかなかったけん、え、待って、生誕祭去年か、去年じゃない先月か、先月だから、生誕祭先月だから、え、待って、そっからツアーがあったからごまかされてたけど公演なかったのか。この前公演配信で見たからさ、なんか出てる感あったけど、意外と1ヶ月ぶりです。1ヶ月公演出てないことなんてあるんだ、ちょっとびっくり。え、よかった。なんかさ、いつも卒業公演とかさ、生誕祭はいいことだけど、卒業公演とかだったからさ、なんかずっと落ち着かない公演だったけど、なんか普通の公演もねあると嬉しいよね。普通の公演が嬉しくない？あ、でもいけん、この前の普通の公演でなんか南もひなも卒業発表したし、いかんけど、とりあえずでも普通の公演もたまにはやった方がいいよね。うん、あ、待って、いけちゃん、りね、りお、りこ、くる、あいこ、ひめ、そら、たかおちゃん、あおいちゃん、ありちゃん、りかちゃん、のあ、さらちゃん、なっちゃんでしょ？これは、でも1公演か。
一杯の水だな、1公演ってことは。瀬戸内の妹をさ、意外と池ちゃんとさ、やる日、久々にやりたいというか、どんな感じだったっけなと思って。ちょっと楽しみにして、池ちゃんじゃんと思ったけど。一杯の水だろうな。1公演の日は大体一杯の水なんですよ。アズミンとの瀬戸内の妹はあの身長差がめっちゃウケる。そう、イケちゃんとのやつはね、あのもう半年ぐらいやってないからどんな感じだったか忘れた。久々にやりたい。 iPhone 変えれんの？ iPhone 変えてないよ。9月に変えようかなって。え、待って、9月ってあと2ヶ月か。じゃあ3ヶ月か。3ヶ月後に20万払えるかな。どんな iPhone が出るかによる。お疲れんこん。高いよね。ちっちゃい iPhone 出てほしい。 iPhone なんだっけ、 SE プロは40万するっていう噂。プロじゃなくていい、もうそれは。40万はやばくない？40ヶ月使っても1ヶ月の使用料1万円でしょ。高い高い高い。ボーナスあれば？ボーナスなんてないわ。社員じゃないから。SE 出ると思う？ iPhone 16 6 6シングル、あ、違うな、なんて言うんだ、16って6 1、あ、6、あ、また31って言うから16か。16 16 SE みたいな出るかな。でもさ、 SE ってしばらく出てないよね。ちっちゃい iPhone が欲しいです。お願いします。ちっちゃくて画質がいいやつお願いします。こんばんは。だって葵ちゃんのもね、携帯ね、ここがここの部分が届かないって言ってた。両手でやんないと。そう、片手操作したいよね。わかる。お願いします。ちっちゃい iPhone 出してくれ。ねえねえ、今日さ、私さ、 iPhone のお金貯めるって昨日決意したじゃん。なのに今日さ、あの衝動買いしちゃったんだよね、靴を。でも見てほしい、見てくれる？可愛いから。本当にバカ。なんか大体服とか靴ってお店でいいの見といて、セールまで待って、で楽天ポイントがめっちゃつくときに楽天ファッションかヤフーモバイヤフーショッピングで、ペイペイポイントがめっちゃつくときに買うって決めてるんだけど、どうしても今欲しくて買っちゃったの。見てくれる？
変わりすぎてどうしても欲しかったの。ハレで買いました。最近このハレみたいなちょっとかっこいい系の服好きなんですよ。かわいいんだよ。じゃーん。じゃーん。え、かわいくない？めっちゃかわいい。キラキラ。新品の香りがする。え、かわいくない？初めてよ、ミラボありがとう。さっきもミラボありがとう。私がめっちゃ歌ってた時だ。ありがとう。あ、ミラボが似合う。衣装みたいだよね。どこに履いていくんだって言われたらちょっと未定だけど。そう、1万3000円もした。あのお酒飲んでないけどちょっと酔っ払ってたんだと思う。ちょっと疲れてて、帰りに寄って疲れててさ、なんかストレス発散も兼ねて買っちゃったんだよね。もう可愛くない？でもファンの人にもさ、あのこれはさ買ってもらえないからさ、届かない値段だからいいのよ。自分で買うしかないじゃん、1万円以上のものは。だからいいのよ。もうもうキラキラが欲しかったから。そうそう、もうしかもなんか最近欲しいなって思うものあんまなかったんだけど、久々に欲しい、え、これ欲しいって思っちゃったの。可愛くない？キラキラ。ちょっとめっちゃ反射がやばいからあれだけど、ここも金キラキラ。でもここすぐ傷つきそう。金キラ金、可愛い。ちょっとここが痛くなりそうだけど、足首が。明日履いちゃおう。キラキラグッズをね見ても、あ、キラキラ、女子はキラキラが好きだから買っちゃったの。可愛いでしょ、それぐらいいい。いいよね。男子もキラキラ好きなんだ。私も好き。男の子もキラキラ好き？キラキラがいいよね。そう、キラキラ買っちゃった。でも最近韓国アイドルの流行りの影響がキラキラグッズが街に多くて嬉しい。キラキラ、キラ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 。今日美容院でつけてもらって、このオイルさ、ツヤやばくない？これ欲しい。何のオイルだろう、このキラキラ。キラキラじゃない意外がキラキラの方になってる。ツヤツヤオイル、なんだろう、めっちゃ綺麗じゃない？こうやってお金使っていくんだよな。ツヤツヤすぎん？やばいよね。
乃木坂？乃木坂の髪だよこれ。やばいよ。ツヤツヤすぎない？つやつややん。乃木坂の髪がツヤツヤってイメージ。今日のラテ選ぶか。今日もちゃんとラテ飲んだ。でも今日はいつもと一緒、あの極み、極みコーヒーね、缶のねコーヒーのレベルが最近高い。スイカ食べた？スイカは食べてないけど、スイカは食べてないけど、そう、もう最近本当にレベルが高いなって思って、缶コーヒーの美味しくない？全体的に。すごいよね。私すごいと思う。でもワンダはうまいし、そう、ボスも好きなんだよね。最近本当レベルが高いです。クラフトボスうまいよな、わかる。なんか、人工甘味料は口に合わない？人工甘味料か天然甘味料かとか分からん私。そんなデリケートな家庭に生まれてないから分かんないよ。人工甘味料は後味が悪い。そうなん？全然わかんない。恥ずかしい。恥ずかしいな。ジョージア一択。ジョージア美味しいよね。アイスコーヒーは日本発祥。ま？まあまあうまいと思ってるからいいんだよ。今年ふるさと納税何にするの？何も考えてない。何にしよっかな。
ベルミコーヒー知らない。砂糖のはうまい、砂糖のはうまいってさ、人工甘味料じゃないやつってじゃあ何があんの。エメマンとか。なるほど。ラカント。今日のアイラインがなんかキュンって感じ。贅沢ビット美味しいよね。美味しい。なボスのさ自販機で昔からあるさ白い缶のさ甘いやつが好きなんだよね。わかる？あれ甘すぎる？ガキにはちょうどいいんだよ。ガキにはカフェオレ、そうカフェオレ、カフェオレとかカフェラテとかの違いは分からん。ミケちゃんめっちゃ可愛い、可愛いにゃー。アンガート甘党ではないけど甘いもの。今日の写真どっちにしようかな。これでいっか。可愛いかわからんこの写真が。明るさ上げてみよう。ノイズ除去。精細度。まあいっか、いきます。ポスト、ポストした。ブス？ブスなら消す。別の写真もあるから。なんか前髪切ったから顔の比率がおかしい。よかですか？
来月の よし、はい、ありがとう。エアコンつけてますか？今日はつけてます。ついでに公演告知、公演ツイートもした。私も同じぐらいに今から切ろうかな。切っちゃえ切っちゃえ、髪なんて伸びるんだから。たかにゃん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 、ありがとうにゃん。前髪は帽子かぶれば潰されるから良きかなーって思ってます。のソロリップ映像かわいい。あ、出たの？なんか白い壁で歌ってる。ぜひご覧ください。ちょっと私は TikTok 入れたら中国の悪い会社に個人情報抜かれるって思ってるから TikTok は見ない派だけど、個人情報抜かれてる人はぜひご覧ください。大丈夫ですか？あれは、あのアプリは見たいんだけど。ブラウザで見れる？どうやったら見れるんだろう。あのテムとか使わないタイプね。あ、抜かれてるの？個人情報やばいらしい。だってアメリカでは TikTok 禁止されてるんでしょ、法律で。あ、市の州の条例で。でも見たいな。福田あかりなんて STA48、 誰かがツイッターに載せてる TikTok のリンクを開いてそこから検索すればいいんだ。誘惑に抜けて骨抜きにされてます。ダメだよ、時間泥棒だよ。砂糖と一緒なんだから。これか。あ、まあ人がやってる分には何も言わない。あ、ダメだ、見れない。見れないけど皆さんぜひご覧ください。何のリップだろう。思い出した、ここの縦の画面で映るように愛の重さを踊ってくださいって言われたんだ。こんな縮こまりながら愛の重さを踊ってるやつね。ぜひご覧ください。そうだそうだ、心がしびれてたよ。心が共有したよ。それだろう。でもこういう時誰かツイッターにリンクを上げてくれてるんだけど。うん、上げてないな。
え、なんか私ショールームの告知がさハートついてる。福田あかりショールーム配信中ってなってる。恥ずかしい。ちょっと待って、これいつ設定したやつ。エゴサして気づいた。恥ずかしいんだけど。何これ。福田あかりかっこ SF で配信中ハートになってる。待って、恥ずかしい。解放。今気づいた。福田あかり配信中船とかにしとこう。恥ずかしい。一緒にお話ししよう。一緒にお話ししましょうにした。恥ずかしいよ。よし、ちょっと福田あかり配信中ツイートしてみて。多分変わってるから。びっくりした今。福田あかり配信中。恥ずかしい。しびれたな。心がしびれるくらい。じゃじゃじゃん。いいね押しといてください。あと7月1日から広島駅の地下のあのいじり部屋ったところ、いじり部屋ったところ、なんて言うんだっけ、あそこ LL? STU48 地下、 STU48 じゃない、広島駅地下南口地下広場みたいなイベントスペース、あそこであのでっかいビジョンがあるんですけど、あの STU の愛の重さの MV が流れます。1日3回。何時なんだろうね、朝昼晩とかかな、ちょっと何時か分からんけど、でもねあそこ結構アイドルの MV 流れてるんだよ。ももクロとかも流れてるし、ノイミーコラボも流れてるし、48はどうだったかな、 SK8 が流れてたことあったかもな、ちょっと分からないけど、でも結構見るんですよ、色結構な頻度で。だから1日3回って言いつつ結構見る気がする。たまたま目に入ってるだけ。まあそんなあそこ行かないからな、言うて。そう、あ、広島駅であの100均に行きたくなった時にあっち行ったらいいですよ。そう、広島駅駅でさ100均行きたくなる時ない？あのね、広島駅で100均行きたくなった時は、あそこの地下広場に降りて横の服屋に入って、服屋？横のビルに、あの電気屋さんと反対側のビルに入ったら100均があるんで、そう服屋か、そうそうそう、便利です、知っとくと。結構あの仕事行く前に100均行きたいってなるんですよ。あ、やべ、あれ持っていくんだったみたいな、仕事であれ使いたかったとか、あ、メイクポーチ持ってきたけどメイクスポンジ忘れた、買っとこうみたいな時に100均の場所を知っとくといい。あと電池とかね、ファンの人だったらサイリウムの電池とかセリアがあるので、広島駅で100均行きたくなったらあそこぜひ使ってください。なんかさ、100均の場所知っとくのって大事じゃない？なんか自分がよく行く場所の。コンビニはまあさ探さなくてもあるけど、100均は知ってないとなんか難しいから大事な気がする。そう、
でも南口って行かないよね、言うて。行ってみてください、ぜひ百均ついでに。あ、載せてくれてる。え、めっちゃさ、カラコン入れてるみたいじゃない？いや、ちっちゃく踊ってって言われたけど、めっちゃ手はみ出てるな。難しいね、これ。この幅で踊るの。はみ出てるわ、めっちゃ。難しい。結構幅が狭い。かわいい。最後の笑顔がかわいい。ぜひ STU 公式 TikTok ご覧ください。最後のポーズがいいよね。なんかカラコン入れてるみたいになってるけど、カラコン入れてないです。目がかわいい。かわいいじゃん。漏れてるね。決まり。いいねしといてください。あ、そう、バイキングライスも、バイキングライス、いいねしたんだ。ね、もう一個お知らせ。いいね欄見れなくなったの不便。私みんなにさ、リツイートするまでもなく、とりあえず後で告知しようって思ってることとか結構いいねしてたじゃん。で、いいね欄からさ、あ、今いいねしたから見て見てみたいなあったじゃん。いいね欄見てくれ、もらえないの結構不便かも。いいね欄にあるんだけどって言ってもわかんないよね。見れないよね、今。バイキングライズの、バイキングライズって覚えとう？バイキングライズのゲームの全員で得点がポイントが達成できたので広告掲載がされます。広告掲載 Beats 渋谷ビジョン、わからん。 Beats 渋谷ビジョン、わかんない。ちょっと Beats 渋谷、とりあえず渋谷渋谷7月1日から7月7日まで1週間、広島駅7月8日から7月14日まで8、8、14-8は6日間、岡山駅7月8から7月14、6日間一緒ですね。新山口駅名護7月1日から7月31日まで1ヶ月。あ、マイハに合わせたのかな。だってマイハーがさ、7月31じゃん。山口で31日まで頑張ってくれたのかもね。下関駅7月1日から7月7日日曜日です。はい、1週間。ちょっとツイートしよう、忘れぬうちに。バイキングラR か、ライズかける STU48 広告が、広告が掲載されます。広告が渋谷、あ、ちょっとどこだっけ、引用してるから見れなくなっちゃう。渋谷、広島、岡山、山口、広島駅、岡山駅、新山口駅、新下関駅、新つかない、
新下の関駅、あ、新つかない、下の関だ、ただの。下関駅に行った際はぜひチェックして、いろんなところで下関、新下関しか行ったことないかも。よいしょ、どんな広告なんだろう。新安社かな。下関駅の方が栄えと、そうなん。ポスト、できた。よし、有能ツイート、渋谷やったら結構ね、7月1日からだからめっちゃみんな駅に行かなきゃ、駅に。全駅行く人いるかも。全駅行く必要はないかも全部一緒でしょ多分。ペペペペ、こんばんは。ゴー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 、あかりんゴー。それをするのがオタクです。バイキングライズの広告でそんな全部回るか一緒だって全部。それよりはあの広島の話し会に来てぴ、来てぴょ。髪の毛サラサラかわいい、エリゲッチュ、髪の香りは刺激がある。何言ってんの。バイキングライズ楽しかったな。自分にしては結構続いたな。
ラタシリーズ楽しみにしてます。ありがとうございます。まだやってる。あ、本当？そうなんだ。私なんかみんながもうこれでなんかね、結構楽しく続けてたんだけど、なんかファンの人たちがもうこれでゲームをやめた方がいいかもしれませんね。皆さん、いやありがとうございました。こんな惨めな思いをするぐらいなら、なんかなんていうか不名誉は負うぐらいなら撤退しましょうみたいな、なんかすごい戦士みたいな感じだったの。もう本当にそれについていけなくて、なんでそんなテンションになれるん？ただのゲームで私はそんな勝ちたいとか思ってなくて、毎日ログインボーナスみたいな感じだけやれればいいのに、何そのテンションって思ってたよ、ずっと。そう、何だったのあれ。なんでそんなさ、私とずっとチャットできするさ、ただのコンテンツでもよかったのにさ、なんでそんなみんな自分たちからもう福ちゃんもやめた方がいいよみたいな感じやったん。あれ何だったん？私未だに理解できてない。なんで辞めさせられたん私は。もうファンの人にもう辞めましょうみたいな、福田さんもそろそろ撤退ですみたいな感じだったんだけど、あれは何だったんですか？そのまま続けてたら私はどうなってたの？もうアプリアンインストールしちゃったけどさ、あれは何だったんですか？私頭が良くなくて、ゲームに関してちょっとみんなとねもっとやりたかったの本当は、ずっと。でもあのままだったらみんなとずっと一緒にはできなかったってこと？あれは何だったんですか、有識者の皆さん。でも知ってた、知らぬ間にめっちゃ自分の領地が減ってるなとは思ってたんですよ。そういうことですか？うちら家族はバラバラにされる運命だったってことですか？みんなでずっと一緒にはいれなかったの？誰も知らない場所でひっそりと戦いなんか行かずにただ暮らしてるだけでよかったんです。だけどそれは叶わぬ願い。なんでほっといてくれないんだろうね、私たちのことを。本当によくわからなかったです。なんで私は追い出されたんだろう。とはいえ、おかげさまで広告も出れることになったので、皆さん戦ってくれてありがとうございました。戦士の皆さん。そういうゲームだったのか。分かってなかったな、ごめんね。女子だから分かってなかった。そういうゲームだったんだね。ピエン、バイキングライズおもろいんでぜひやってみてください。どんな涙だって拭ってあげるよ。人を愛す。おお、かすみんめっちゃ髪切って可愛いな。初めて分かったよ。
ああ、この完璧な前髪が、なんで伸びるんだろうね。なんかパチン、プリキュアみたいなさ、まあ、パチンじゃないけど、なんか、ペンってやったらさ、髪の毛も綺麗になんかもう巻かれて、キュルキュルってなって完璧な状態で。ほんで、もうパチンってやったら、もうメイクもバチバチリ、プロ仕様で、パチンってやったら可愛いお洋服になればいいのに。って思わない？ね。めんどくさいよね、毎日。普通の女子を作るまでが難しい。めんどくさい。普通の女子になるまでの過程がめんどくさすぎて。皆さん、世の中に歩いてる、まあまあ、あの子、別に普通の女子だよねって、この可愛さ。すごい努力の末に成り立ってますからね。普通の女子を作るまで、すごいことだよ。頭が鳥の巣みたいになってなくて、眉毛がちゃんとあって、唇に色がある。それがどんなに大変なことか。感謝しやがれ。街中の可愛くなくてもいい。もう、なんだろう。すべての女子、みんな輝いてる。もう、可愛いとか可愛くないとかはもう評価するな。あれはもう世の中に街に出ていける格好になってる女子。もう全員偉い。もう天才だ。本当に。でも男子も男子で大変なんでしょ？毎日血を流しながら髭を剃ってるって。言ってなかった？マスク生活の時はしなくて楽だったって言ってなかった？なんか結婚の話したよね。男子も大変だと思うよ。そう。それで電車広告のコスパの悪い一生だ、生涯脱毛じゃないエステの脱毛に、行くんでしょ？医療にしなさい。でもさ、60、70になった時にさ、ダンディーにシフトする可能性があるからさ、脱毛するのはちょっともてないよね。私、英国紳士みたいなさ、たまに言ってるよね、葉巻を巻いて書斎で、なんか、分厚めの椅子に座って、こうダブルスーツを着て、ブハーってやってるブリティッシュチーさんになる可能性があるじゃないですか。ああ、ヒゲがないとやっぱさ、ボスの缶コーヒーのあのおじさんになるみたいなさ、脱毛しちゃできないから、ブリティッシュヒゲボス じいさんになる可能性も秘めてるから、なかなかちょっとね、脱毛には踏み切れないですよね。そんな人いるのか。私は見たことないけど、リアルでは。いただきルートが捨てられん。板垣大輔すごいよねあれ。つけひげなんかな。ちょっとまだ日本で見たことないけどね、そのブリティッシュひげボスおじさん、映画でしか見たことない。ジャパニーズハオハオジーにしかなれない。何それ、可愛すぎでしょ。幸せになれそう。ジャパニーズハオハオジー絶対握手会来てほしい。幸せになれそう。可愛い。板垣大輔のヒゲ本物なの。マジか。ダブルなんて持ってない。私は持ってるよ、ダブルスーツ。エルキュールポワロ、あ、ポワロね、ポワロ。高校や何、ハオハオジは、高校やって読むの、待って、ググる。ハオハオジーって中国語で読んじゃったよ。待って、面白い。
ハオハオ、ハオハオジムだね。高校野とは、年を重ねた男性が明るく元気な様子。え、素晴らしいじゃん。高校野は、社会参加を積極的に行い、地域の活動に貢献する姿が特徴的である。なんか図鑑の解説みたいに書かれてるけど、高校野の特徴、社会参加を積極的に行い地域の活動に貢献する。ウケる。高校じいとはどういう意味ですか？名詞であり、人がいいおじいさん。最高じゃん。待って待って、高校野の参考画像。これブリティッシュボスじいさんじゃない？これ葉巻じいさんの方だよね、どっちかっていうと。おかしい。高校野、ハオハオじい。ハオハオじいの意味。善意に溢れた老人のこと。善意に溢れてそう。やば。かわいい。ハオハオじいかわいい。面白い。頭良くなった一つ。高校やね。ハオハオじい。自分で言ってめっちゃウケる。ハオハオ。ハオハオじい、やばいよね。ハオハオじい、めっちゃおもろい。面白い。すがくちゃん、つぼった。自分で言ってつぼった。でもいいじゃん、ね、その明るいおじいさんって、人当たりのいい明るいおじいさんってことでしょ。めっちゃいい。全員そうなって。私ハオハオバー目指すから、ハオハオじいとハオハオバーで仲良くしよう。おもろい。めちゃめちゃ真面目な場所で高校野のことハオハオじいって読みたいな、ナチュラルに。あー面白い。ちょっとつぼった。ハオジーね、面白いな。今日の髪型最高です。ありがとう。髪切ったんだ今日。まあ、まだみんなハオハオ兄さんだからね。あかりちゃんハオハオ兄でしょ。ハオハオ兄。パーマ屋さん行ったの？パーマ屋さん？行ってないよ。ハオハオ G マジおもろいな。えか、私これしれっと思い出して一人で笑っちゃいそう。なんか日常生活でガチおもろい。
ビャンビャン麺、ビャンビャン麺かけない。が多すぎる。ビャンビャン麺誰か打って、打った、もうビャンビャンビャンって言うことなくね。え、なんか文字化けして見えない、文字化けしてるわ、なんかハテナハテナになってる。ビャンビャン麺感じ、うえぇ、怖っ。57画もあるよ。え、怖いんだけど。世界でむず一番難しい漢字だって。う書いて、穴書いて、月書いて、糸の上の部分書いて、蝶書いて、ゆう書いて、馬、毎回糸、蝶、心、立身弁の逆のやつ、侵入の点が2個のやつ、やばーい、これはやばいね。う、穴かい、今ちょっと今言ったやつで思い出してみよう。穴書いて、糸書いて、なんだっけ、穴書いて、糸書いて、ゆう書いて、糸書いて、馬書いて、立身弁つけて、ダブル侵入。うわぁ、蝶なくなってた。あ、気持ち悪い。月と蝶がなかった。うわぁ、心もない。うわ、これはダメだ。これはわからん。目で覚えないとね。こういう美女だったなって。怖いね。誰が思いついたんだろう。確かに、まあ一生使うことないからいいんだけど、いや私がその料理長とかになったら使うかもしれないけど、多分カタカナで書くと思う。難しい漢字選手権みたいになってる。カタカナでいいんだよ、カタカナがあるんだからね。
日本語難しいよね。うわ、日本語大変。そうよね。私がグアム行った時に現地のガイドさんみたいなコーディネーターさんが、まあ、日本人だったんだけど、その人は日本人だから日本語全然漢字も別になんてことないの。全部普通の日本人と同じように文章も書類もっていけるんだけど、子供は親は日本人だけどグアムで大体育ってるから、まあ、英語なんだって。お家ではそう。でも日本語を練習させたくて日本語で LINE とかはするらしいんだけど、やっぱひらがなだって全部だから、大人まあまあ高校生ぐらいだけど、なんか小学生と喋ってるみたいって言ってた。漢字が入り混じると難しいんだってやっぱ。日本人の血が入っててもね、そりゃひらがなで全部打ってくるって言ってた。だからやっぱ日本語ってさ難しいんだよ。アルファベット何十何文字だけじゃね、どうしようもないね。ねえ、おかしいよね。よく覚えたよね。それな、思う。自分でもよく覚えたなって思う。子供の時は脳みそが柔らかかったね。生きるは158通りの読み方がある。なんとかわかる。わからん。ムーミンマウリョーみたいなやつでしょ。わかんない。チミモウリョー。あ、チなんだ。地味毛量。難しい言葉か言わないで。
趣味毛量の住む世界で仕事しています。はあ、はあ、前髪超よ。あ、それはわかる。まあむずい、むずい。ゴロミ、ゴロミとかしかわからん。今日ね、今日メールでカラオケ配信するって書いた。見た？メール読んでるっていうか、メール読んでんのか？毎日送ってんだが、読んでんのか？写真的ピピって見てんだろ、もしくは真剣ゼミ並みに貯めてんだろ。わかってんだぞ。可愛い靴が置いてある。キラキラの靴、シンデレラなのかも。キャッ、ネイルが生きがい。キョお疲れ様でした。おっちゅ。確かに12時でお別れ。シンデレラじゃん。
靴が脱げちゃうね。あわわわ、今日はね、あれない、ファンクラブチェック遅れがち？昨日スペサポってファンクラブだよね。更新したな、そ。えらいん。カラオケ配信しよう。なんかさ、今月カラオケ配信しなきゃなって思ったらさ、もう月始めにやってた。びっくらぽん。今月やりたいと思ったけど、もうやってた。でもさ、月2回の来月だね。だからカラオケに行きたいルーティーンが今来てるのよ。付き合ってほしい。って。
ゲットみたい。ずっと夢から覚めないよ。恋は一人だと生まれてないくらい。風を吹く好きなんて、どんな気も捉えたら伝わるどうでしょう。生まれあらゆる声で熱くなっているみたい。あなた以外の見えないの恋は曲やりたいな、ステージでやりたい子多いと思うんだよね。渡井廊下の推しメンはまゆゆ、ラブタン。何の歌が好き？なんだろう、希望山脈と、ヘタピンクと、骨折ロマンス。やる気花火。骨折ロマンスないのかな。あー入ってないね。乗り越え非常口受けて教室までの最短コースさ。ふと隣を見たら遅刻上習犯。君と競い合ってた螺旋階段登ってゆく時、制服のスカート短すぎるよ。あと数秒後には修行チャイムが鳴る。そんなこと気にしていられない。今はわきめも取らずに同じゴールまで走る。Yes.
窓の向こう見たら二年 C 組で君もまた授業に会っていた。ちょうど不思議なくらいに同じ行動をしてる。何が好きとか切っただけでそんな褒めてくれるなんて、みんな女心を扱ってる、優しいね。私の好きな歌いたい曲にただ付き合ってもらう時間今日の服の雰囲気に合ってるかもしれない、この曲を。バイク夜通し飛ばして街を離れて見てたあたう、yeah、どうせ俺はアウトロー落ちこぼれなんだ、付き合っちゃいけないって仕方ないだろう。だけど俺の気持ちは嘘偽りないのさ。走るぶつけようのない光のように I love you to lose けど体の範囲に語って愛し合ってた心はここにあるクロスいつだってずっと「そうお前のことを思っているよ」「カーブを曲がりきれずバイクスピンして」「空が近くに降ってきた」「こんな俺にお似合いさ痛みもないんだ」心破れたのかな錆びた血の下、今度だけは本気で
どうしようもない闇のところに I miss you ずっとすその胸の愛の十字架は俺とお前の違いの印だよ。ファンフェスタで撮っといてくれました、撮っといて歌わせてくれました。俺のフォーエバー見ればありがとう。ゆずきちゃん卒業してから何ヶ月経ったんだ、もう半年くらい経ってる。早いもんだべありがとう。もう11時半か。愛の重さ入ってないのかな、誰か歌ってた、入ってない。いつもさシングル曲は入れるの早いのにね。愛の重さ入ってないな。急に入ったりするからね、謎の曲が。アルバムだからかな。AKB福フェスのセトリどうしよう。福フェス早くメンバー出したい。めっちゃ懐かしい歌歌っていい？やばい、一回も多分カラオケで歌ったことない。やば。あ、懐かしい。MV が全部頭で見えてる。やばいね。初めて歌うわ。今覚えてる。10年前に聴いた威力か、一回も聴いてないかも。やばい。死ぬ。どうしよう。歌詞見たくて言っちゃった。年上の君は
UFO 方で次の行動が僕にも読めない人混みの中急に振り向いて君はキスを掴んだ上からなりくさりすぎるなやつで愛の踏み絵みたい無茶ぶりなんでいきなりなんで目を閉じる君は本気なのかジョークなのかこれは熱いやばい歌えちゃうどうしろさらすりぬバルビ観覧車心揺らされてドキッとするんだ食べられたら僕を煽るように君が言いたい不自然なし君は本気なのかベイビーかベイビーかって何おしまいナナミミラもありがとう初めだよミラもありがとうベイビーかってなんだろういたずらあとく唇尖らせる上から鳴り込むサリスティックなやつね愛の国へみたい無茶ぶりなんでいきなりなんで目を閉じる君は本気なのかジョークなのか君なのに誰よりも可愛く思える年上の君なのにいつだって僕に歌えるわ子供の時の教育が振り込まれてるこんな変則的な部分もやばいね子供の時に聴いてた音楽ってもう教育だね振り込まれてるわあの DNA にすごいね STU の曲が刷り込まれてる女児もいるのかなちゃんといるといいな10年聴いてなくても歌えるのやばいこれぐらいの時ってみんな聴いてたもんね AKB をめっちゃ懐かしいわ今全然やんないの上からマリコ、まあ、名前入ってるからやりづらいのかなどうなんだろう
従順なスレーブとか懐かしい。僕恋公園だ。誕生日単語、誕生日の夜、誕生日の歌こんなにあるんだ。わ、私が歌詞が大好きな歌、歌おう。
ープアート。かわいいよ。アンダーガールズいい曲多いよね。すごい思い出すわ。この曲に5分41秒もあったんだ。今ねショールームさんのカラオケのランキングはね、1位スパークル、なこの曲はいつも上にいる なんだろう。スパークル、2位可愛くてごめん、3ファンサ、4最上級に可愛いの、5私の一番可愛いところ。可愛くてごめんと最上級に可愛いのと私の一番可愛いところが入ってる。もう可愛い曲が流行ってんだね。可愛い可愛いが流行ってる。かわいいフェスティバルだ。ほう。STU に戻ろう。人間関係得意な方じゃなく副長、一人きりが一番楽だと思った。誰もいない冬の春も僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって幻想が溢れてたとしても、
続くのか。手をかざせば誰にも見えてくるよ。ずっと波の音がしてる。セブンミラもありがとう、たくさん本当ありがとう。瀬戸内の公演の時さ、ツアーのなんかじゃあ波の音がしたら入ってみたいな感じだったの。ジャザーンって言い始めたら瀬戸内の公演にインして私が語り始めるみたいな感じだったんだけど、波の音っていいですよね。波の音で入場できるのいいよね、 STU。 波の音が SE になるんだから、とっても良い。良いです。 STU よ、夏海ですからね。夏ですから、夏は我々にお任せ。というわけで、やばい、懐かしい。
しい、やってたこれ。昔やってたんですよ、STU で夏振りを。実は信じられますか、懐かしいなぁ。カノンとかいたなぁ、まだ。これの思い出は、夏振りを STU で、てか、STU で坂道を初めてやったんですよね、これ。で、初披露の時、乃木坂やるの?からの、みんなコール完璧。夏だから、やあちゃおうってみんな言ってたよ。一発目の時から。初披露なのに、しかも坂道やるなんて言ってないのに、なんでみんなコールできるんって。それが思い出です。完璧でしたね。夏だから、やあちゃおう言ってましたね。不思議でした。あ、面白かったな、あれ。え?みたいな。もう、面白かったな。強引にミックス入れようと失敗してた。そうなの?面白いな。ドレスセンスの虫、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 誰に何を言われたって気にしない、だってたった一度きりの人生じゃないか、好きなように生きなきゃつらい、やりたいようにやらせてもらうぜ、みんなからやめろって言われるけれど、君で会った瞬間恋してしまったんだ、ボーイフレンドがいっぱいだって、遠い場所から眺めるだけで構わないよ、恋に一番
2番の君の答えまでが好きですね。そこまではずっと好きになれただけでって音が多かったのに、君の答えまでってゆったりになるのが好きです。うん、つやつや感すごい。髪の毛ね、カラオケで小豆島に行こう歌って88点でした。え、もう入ってんの小豆島行こうカラオケ、マジか、それはすげえ。似合う。ハート、ハート、ハート。ガールズルールお願いします。もうちょっと今日は時間がねえから、また今度ね、また見に来て、カラオケ配信しよう。今度は夏曲行こうかな、いっぱいね。夏を感じてる。梅雨やけど、梅雨っていうかもう真夏。ランキング読む時間かな、そろそろ。今日も見に来てくれてありがとうございます。ありがとう。
9月7日土曜日茶番店で主催させていただきます。はい、たくさん結果をしにいろんな人を呼べるように頑張りたいと思うので、チケットまだゲットしない人は絶対ゲットしてください。特別で夏を締めくくりましょう。どうでしたか？可愛かったですか？夏になりました。髪型から。